はい、こんにちは、真夏真です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ディッキアの冬越し、冬の管理方法、またね、春先の管理についてご説明したいと思います。はい、ディッキアね、すごいね、好きって言ってて、なかなか動画をね、撮る機会が少なかったんで、なかなかね、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、まずね、今段階のディッキアの状態ですね、外に出しているものもほぼほぼもう無敵。あの色もね、綺麗に、これね、ディッキアのダコタって言うんですけれども、穂がね出てきていますし、秋の成長ですごくね綺麗に葉が展開してくれたなと思います。はい、ではね、まずディッキアはいつ室内に入れればいいのっていうことだと思うんですけれども、ディッキアに関しては開墾とかと違って、アガベとディッキアなんかは基本的に5度下回るぐらい、またね、霜予想、霜がねがっつり寄りますよみたいな予報が出た場合は、しっかりと中に入れる必要があると思います。はい、なので極限は上にね、軒下みたいなのがあれば、こう越冬してしまうものもあると思います。それぐらい、ね、強い。ただね、やっぱり枯れないようにするっていうのは不安だと思いますので、室内に入れると思います。で、室内に入れると、このね、今ね綺麗に出てる色っていうのが退色してきます。はい、ディッキアって今ね、こう綺麗にね成長しているものとか、これはね、ディッキアのクラシックワンっていうんですけれども、こういうね綺麗に出てるのが退色してくるんですよ、どんどんね。例えば黄色っぽいものであれば緑っぽくなる、赤っぽいものでも、緑っぽくなるっていうのかな、まあその元々の色によって違うんですけど、で成長が一回ストップしてしまうので、基本的にはあんまりあったかくしない。もしあったかくするようであれば、アガベと同様に LED ライトなんか当てていただいて、徒長しないように極力ね近い位置で LED ライトを当ててあげる必要があるのかなと思います。徒長しないように気をつけてください。はい、で、まあ冬はそんなにね、温度管理としても5度ぐらいあれば、もう室内で育てていれば十分です。なので、あんまりね気がないと徒長してしまって、今ね綺麗にこうまとまってるのが、よりね頭がこう上の方に伸びてきちゃうんです。伸びつつこう徒長、上に伸びつつこう葉が展開してきてしまうんで、すごいねかっこ悪い姿になってしまうんですよ。なので基本的には5度ぐらいの温度で、あんまり暖かくしすぎずに LED ライトを当てといてあげるっていうのが一番いいのかなと思います。それでもね退色してくるんですけれども、とにかく徒長させない。枯れないってことはほとんどない植物なので、寒さと霜を避けてあげる、まあ大体5度ぐらいにすれば大丈夫。またね、ディッキアって結構ね直射日光ガンガンで当ててください、色ね綺麗に出ますからっていうことを、情報でねいっぱいあると思うんですけれども、冬越しに関してはそんなに難しいことではないんで、簡単に春を迎えられると思います。で、水やり、冬の水やりに関しては基本的にほぼあげなくていいかなと思います。ちょっとねシワが、夏と同じように内側にね葉が折れてくるので、そのタイミングでちょっとねあげてもらう、様子見てあげてもらうっていうのが、ディッキアをね健康的に根をね殺さないように生かせるのかなと思います。はい、でね、冬を越した後にすごい注意してほしいのが、あんまり、直射日光を浴びてなかったディッキアを春に外に出して、またねすぐね直射日光に当てようとすると、一気にね葉焼けしてしまう可能性があります。なので10株とか20株持ってる人はできないかもしれないんですけれども、5株とかであれば、冬のね暖かい日なんかは外に出してあげる、冬の暖かい、まあ、5度とかあれば十分なので、5度から10度ぐらいの間の日中だけ外に出してあげて、日のね当たる暖かい時間だけ外に出してあげて、退色しないようにするっていうのはありかもしれません。ただね、これは数が少ない方だけに使える方法なので、基本的に、ね、多く持ってる方は霜よけして、またはね室内に入れて成長させないように、でね極力室内 LED などと使って、だいたい2週間2回ぐらいかな、本当に葉が内側にこうギュッて折れなければ水あげる必要はないので、そんなにね難しく考える必要はないと思います。またね枯れるっていうリスクはほぼないので、そんなに難しく考えなくても大丈夫かなと思います。はい、これですかね、今のねディッキアの予想、じゃあ見ていきましょう。はい、これが、ダコタですね。これが僕は一番最初に見た時に、こんな綺麗な、植物があるんだって感動した覚えがありますね。それぐらい今もね綺麗に色出てます。はい、でここがゴエリンギ、ゴエですね。はい、これはゴエの、オリジナルクローンだったっけな、ニューフォームですね。すごい綺麗です。はい、でこれはクリスタルボーイ、これもね色めちゃめちゃ綺麗に出てくれてます。はい、はい、私の大好きなアンダマンですね。めちゃめちゃ綺麗に色出てます。はい、ね、アンダマンの小さなのはこんな感じで、外にね置いておくとね、やっぱね綺麗に色出てくれますね。発色ちょっとね日陰になってるのはあんまり色出てないですけど、こういう風に綺麗ですね。夏の方がちょっともうちょい黄色がかった色になってくれますね。こんな感じで長須のハイブリッド株とか綺麗に育っているんじゃないかなと思います。はい、
こんな感じで、これがディッキアの風車というものですね。これも色がねめっちゃ綺麗で、こういうねタイプはね日光ないとこうちょっとねここら辺にある緑っぽい色に退色してきてしまうんで要注意です。はいはい、ゴエはね見ていつ見てもかっこいい品種だなと思います。はい、でこういうのはね結構エンジっぽい色なんですけど、水が足りないと冬の場合ね水が足りないと赤っぽく、表情が変わってきてしまいます。退色しますね。はい、そんなに心配しすぎないで春とかねまたね直射日光に当て直す時に葉焼けに気をつけてあげてください。といってもねディッキアは回復も早いんで葉が焼けしたぐらいでもねまたねすぐに、綺麗なね葉を展開させてあげていただければなと思います。はい、こいつが綺麗ですね。はい、そんなところでねちょっとね難しいことはないんで最後にねおさらいしていきたいと思います。一つ目に5度またね霜が当たる時になったらしっかり中に入れてあげる、軒下に入れるか5度ぐらいをキープできる環境に入れてあげる。で冬の日光の当て方としては日中に暖かくなる時間だけ外に出してあげる、もしくは室内 LED を使ってあげることによって徒長と退色は防げると思います。ただ日光がなかなかね取れない場合は温度を高くしすぎずになるべくね5度とか10度ぐらいで成長させない、根が動かないように植物がね成長しないような寒さで管理してあげると徒長もしないと思います。ただね退色はしてくると思うので冬明けの春に直射日光に急に当てて葉焼けさせないようにっていう注意が必要になってきます。そんなにディッキアの場合は難しく考えすぎずに育ててあげればいいなと思うんですけれども、あ寒さに強いから霜に当たるまでギリギリでいいやつって外に出しておくと、あ霜当たって一気に調子悪くなってるってことがあるんでそうならないように気をつけてあげてください。そんなところで本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録のほどお願いいたします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。